富士本県人は、兵庫県芦屋市出身の元プロ野球選手。NPB に在籍経験を持つ選手としては2020年シーズン終了時点で、唯一の昭和64年生まれである。父はザ・リアル・マッコイズ代表取締役社長。美濃自由学園高等学校時代は、アメリカンフットボールのエースクォーターバックだった。母方の祖母は、ドイツ人で、 本人はクォーターである。ボーイズリーグの兵庫天ヶ崎では、ダルビッシュ有と何度も投げ合い、エースとして、ジャイアンツカップ全国少年野球大会3位入賞を、果たした。中学1年時に野球部の練習に耐えかねて、野球を断念し、単身アメリカに留学し、アメリカンフットボールに転校。その後、久しぶりに野球をした際に驚くほど休息が早く、 なっていることに気づき、野球を再開。ネブラスカ州オマハのチーム、ペースセッターで、全米大会出場。元読売ジャイアンツのクライドライトが投球を見て、この子は本当に14歳なのかと驚いたという。2004年8月に、カリフォルニア州のマターデー高等学校で、日本の義務教育にあたる9年生課程終了。同年垣のドラフトで、 阪神タイガースに8巡目で指名され入団。15歳での指名はドラフト史上最年少だった。15歳という若さがドラフト指名における球団の懸念点となったが、父親がプロ野球で失敗しても責任を負う胸のコメントを行い、これが後押しとなった。2005年はウエスタンリーグで5試合に登板したが、 この年は、防御率11.37とプロの壁に跳ね返された。2006年は、体作りなどの基礎固めに専念させる、首脳陣の意向で、実戦当番の機会はなかった。同学年の選手が高卒でプロ入りした2007年は、2軍で9試合に当番し、防御率 3.2E4 を記録。2008年は2軍で11試合に当番して、防御率3.65。 同年オフに保留選手名簿から外れて育成選手契約となった。2009年はキャンプ前に第5腰椎を疲労骨折したこともあって二軍でも登板機会がなく10月1日に球団から戦力外通告を受け10月30日自由契約公示された。合同トライアウトではスカウト陣から球が遅すぎるフォームがバラバラなど厳しい指摘を受けた。 2010年2月、ヤブ・ケイの進めによりヤブと共に、アメリカに渡って、アリゾナでトレーニングを積み、投球フォームの見直しを行った。4月、独立リーグゴールデンベースボールリーグのトライアウトに参加し、阪神時代を超える最速時速 146km を記録。同リーグのマウイ開花からドラフト1位指名を受け入団した。同年のシーズンでは、腕の位置を、 サイドスロー君に下げたフォームに変えたことで、球速が94マイルパーアワーまでアップし、主に中継ぎ投手としてプレーした。シーズン後半では、勝ち試合で起用されるようになった。成績は32試合に登板し、3勝2敗にセーブ、防御率2.88。2011年1月、フロリダで、 タンパベレーズのトライアウトに参加し、三者連続三振を奪う投球を見せた。レーズは不合格になったが、レーズのスカウトで、元日本ハムファイターズのロブデューシーに、俺が絶対にどこかに入れてやると言われた。2月7日、ニューヨークメッツからマイナー契約のオファーがあったと、報道され、3月3日にメッツとマイナー契約を結んだ。 メッツのマイナー時代に右肘を故障して手術を受けた。2013年5月、メッツを自由契約となった。2017年現在は野球から離れ翻訳家の仕事に就いている。2000年に公開された映画、岸和田少年グレンタイ野球団。岸和田少年野球団では体が弱く母親に野球を禁止されていた少年、竜二役でココリコなどと共演。 同じく2000年には、テレビ東京で、辻本の1時間の特集特番が放送された。テレビゲームの CM にも出演したことがある。ありがとうございます。